皆さんこんばんは、おじいさんです。いろんなゲーム機で遊んでいますか本日ご紹介するのはこちら、ドン。ということで、本日ご紹介するのはサウンドピーツさんから出ていますカプセル3プロプラスになります。こちらカプセル3プロプラスはサウンドピーツさんの提供でお送りいたします。いつも本当にありがとうございます、えー。ということでですね、久しぶりのイヤホンのご紹介になりますね。一緒にのんびりと見ていきましょう。 いつもよりも箱が大きいね。いつももう二回りぐらいかな。これぐらい小さくて、海外の方が表紙飾ってたりするんだけど、少しまたデザインが変わっていったのかな。こっちの方面にね。はい。では早速見ていきましょう。どうすんのかな押せばいいのかなこうだね。はい。こういう風に押したら、厚紙の段ボールの箱出てきます。かわいいね。この辺は SDGs。SDGs でいいっすよね。 ドンおお、多分これ逆じゃないかなこっちじゃないかな <laughs> でもこれで合ってるのかなわかんないけど。はい。ということで、これが本体ですね。で、他にはなんかこれ、止めてるテープみたいなやつが、多分外れたのかな外れてピョーンと飛び出したという感じでしょうかね。で、えー、これはもう下何もない感じかなそうでしょうね。 なので、このマニュアルかなこうやって取るのかなよいしょ。これ関係ですね。これが付属品関連になるようです。見ていきましょう。中には、ドン。うわ、なにこれえらい。かわいいな。シールやね。なんだろう。この方と、このイラストレーターを売るための少しコラボになってるのかなあまり日本人っぽいデザインじゃないですね。多分海外の方の。 中国の方かななんかそんな感じがしますあんまり日本人っぽくないデザインなんかそういうの見たらすぐ分かるユーザーガイドということでかなり高級感のあるマニュアルがついています だたいね、1回押したら何かとか、2回押したら早送りですよとか、そういうふうな基本的なものになると思うんだけど、日本語はありますね。なので、1個1個の説明に対して全各国語があって、例えばこのデュアルデバイスコネクションということですね。まあこれはマルチポイント接続なので、例えばこう書いてあるね、英語でなんてこれドイツだろうね。英語、ドイツ語、フランス語、まあポポポポポポポとあって、 で下から3つ目に日本語、ここはアジア圏内ということですね。日本、韓国のハングルですねで。中国語という感じになって、次はチャージングなんで充電ですよとてところにもまた日本語がある。まあ、そんなもあここはコントロールの仕方ですね。まあ、これはもう全部今一緒ですからね、ほとんどコントロールも日本語がありますよ。このように高級感のあるマニュアル、もう大手ですからね、サンドピッツさんもね、綺、え、麗、ー、なマニュアルが入ってます。 で、なんか二つ。あ、これだから充電並びに転送用の USB-C2A かな見てみましょうか、ちゃんと。はい。短い USB-C2A のケーブルがあります。そしてこれは替えのイヤーピースだね。これがあるのは大きいよね。僕も初めこの辺おざなりしてたんだけど、最近はやっぱりいくつか調べて自分の耳にスパーってやるやつにすると音が全然違うので、 付属のイヤーピースでもいいし、イヤーピースセットみたいなものも家電量販店なんかで売られてるので、自分の耳にパチンってあるやつは皆さんもぜひ探すべきだと思います。僕もこれをおざなりに見せた時間、ちょっともったいなかったなと思いますんで。そう、そしていよいよこれが本体ですね。どこかで見たようなデザインだね。ここになんかちょっと英語が書いてありますけれども、こういうものになってます。少し先っ 少しこの辺に汚れがついてるの目立ちますけどね、サウンドピーツさんらしからぬ感じだなっていう感じがします。全く一緒の、ここに黄金のプレートが入ってるサウンドピーツさんのケース、どれかありましたよね。で、こちらケースのカーブの方に充電用の USB-C ポートとボタンがあります。これ調べたらね、イヤホンのリセットと再ペアリングに使います。一度ペアリングしたやつをリセットしたいときは、イヤホンをこの本体、ケースの中に入れて、これを 10秒間かな押し続けるとリセットになりますよと。で、もう一回ペアリング、このケースからペアリングしたいときは、そのリセットされた状態で、さらにまた押してペアリングしてくださいっていうことです。ただし、ペアリングはいつも通りですね、本体からこうパカッとイヤホンを取って、本体、Bluetooth でもペアリングは自動で始まると思うんだけどね、これはちょっと試して、無理であればもうケースを使ってペアリングする方法にサウンドピースさんが変えたんだろうなって気がします。では開けましょう。どう開けんのかなこれ。あ、こっちか。こうですね。 こう。うん。あ、ここにライトがあったんだ。見えなかったね。小さすぎて。はい。ここが充電の現在の調布。今はちょっと見えにくいかもしれないけど、緑に点灯してます。おーかっこいいねめちゃくちゃかっこいいな。へえー。こんな感じ、ここ。 ああ、あ、ここのペリペリが剥がれたんだね。どういうことだろうなんでここで内部のペリペリが剥がれた状態で外に飛び出してたもう、まあ、この辺はあれだろうね。レビュー用の、なんていうのもう工場出荷そのままパーンって送ってるんやろな。レビューアーの人たちにね。付け忘れみたいなことだろうね。か点検して貼るのを忘れて、それが混入した状態で送られてきてます、ね。まあ動きに問題がなければいいですけども。こういうものですね。 めさくさかっこいいよ、デザイン。どこまで伝わるかわかんないけれども、ここはね、ゴールド。ゴールドの下地に上から透明のプラスチックでカバーしてある感じです。だからゴールドがそのままキラキラギラギラしてるんじゃなくて、奥にゴールドがあって、その上のプラスチックがテラテラ光ってる感じ。で、中の ゴールドも反射、そのプラスチックの透明部分のガラスで反射してピカピカしてる感じ。で、ここにね、てん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 ってドットのテクスチャーみたいなのが入ってるんです。三つ編みみたいな。とてもおしゃれですね。で、ゴールドって言っても、あの、俗に言う白に近いシャンパンゴールドですね。よく皆さんが聞くシャンパンゴールドみたいな薄い白の入ったゴールドみたいな感じ。で、ちょっとだけピンク入ってる感じがするね。 そういう色味です。で、上はメッキになっていて、プラじゃなくて、賞味のそのメッキが光ってるというニュアンスですね。で、耳の中もその同じ感じ。メッキが直接光ってるという状況。そして、ここの接触部分はシルバーですね、充電の。になっているという状況です。で、黒の部分は全てマット加工になっているので、まあ、最近の巨人のヘルメットみたいな。 感じですね、ジャイアンツの。なので、ギラッとして、まあしかもギラッと部分がかなり全体の面積に対して広いんですが、ブラックのマット加工なので、光を多く反射するので、若干黒に極めて近いグレーみたいな色なんだよね。で、そこにギラッとしてるけれども、白に近いシャンパンゴールド、少しだけピンクが入ったような色合いなので、ギラッと として自己主張してるようだけれども控えめな色使い。男性でも女性でも全く問題はないですね。でも想像しているよりここの部分が大きいかなっていう感じがします。大きさと重さは軽く測ります。これね、なかなかいつもね、大きさじゃどこ測んのという感じになるんだけれども、それでは棒部分測ります。ここだけね、棒のところだけ。 こうだねはい 2.76cm で一番上まで入れたら突起してるところまでいくと3 2 8センチで棒の部分の直径えー、だから0 7 8センチでこの僕はちょっと大きいよねって言ってたところの横幅 1.52センチ。まあ、この耳のところまでの大きさ。ここの大きさ分かりましょう。2.18センチ。という感じですね。で、重さ。1個だと5グラム。2個だと10グラムですね。っていう重さになってます。こういうふうな大きさと重さ。そして見た目になってます。簡単にスペック言っていきましょう。 それではサウンドピーツカプセル3プロプラスの簡単なスペック言っていきます。対応コーデックが AAC、SBC、LDAC になってます。 対応プロファイルが HSP、HFP、A2DP、AVRCP になってます。ドライバーなんですが、ここがサウンド p ー2カプセル3プロプラスの最大の注目点になるようです。中低音の方が、まあ皆さん知っての通りの12ミリダイナミックドライバー。で、高音ドライバーになるんですが、高音域をまあ支配する鼓膜みたいなもんですよね。が、MEMS ドライバーというものが使われてます。 XMEMS 製のコーエルでいいのかなコーエルというドライバーが使用されているんですよね。で、これ僕も全然知らなかったんだけれども、2020年にこのドライバーが開発されたらしいんですよね。で、今までのドライバーと違って、微弱の電気を鳴らして、その鼓膜部分をこうパタ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 っと動かすドライバーのようで、非常に精度が高いと。 いうので、えー、この2020年以降ですね、ちょっとずつ広がって って言ってね、特にねものすすごいいい小さいらしいんですよこのドライバーが。でいろんなものに使われていてですね結構革命を起こしているようですこのメモスドライバーっていうのは調べたらねなのでこの辺も楽しみだなっていう感じがしますけどもただこのメモスドライバーっていうのにも結構ピンキリあってこのサウンドピースカプセル3プロプラスにどれが使われているのかはからないですけれどもまあそういうふうなかなり注目されているドライバーであると。今までで言うと、えっとなんだっけ、ねえっとバランスドアーマーマチェかがが使われているこころが、まあこのっっ メモスドライバーに切り替わっていってるよっていう状況で調べると1 2ミリダイナミックドライバーとメモスドライバーっていうのを2つでマルチドライバーにしてるイヤホンなんかが今増えてるみたいですね。で再生周波数帯域が 20Hz から 40kHz。 形式は見ての通り、カナル型。Bluetooth は5.3で、通信範囲は約10メートルぐらいですよと。とバッテリーはケースが 500mAh。イヤホン自体が 35mAh。で、充電は1.5時間でフル充電になりますよと。とケースとイヤホンを同時にうまいこと使って充電やりくりすると、最大で43時間使えますよ。ってことですけども、当然ですけども、ANC ノイズキャンセリングが使ってない状況なので、その辺のキャンセリング機能を使うと、さらにグンと落ちることは仕方ないです。で、嬉しいのが、 IPX4 まあバツ4というかね IP4IP バッバツフォー。つまり、まあ、防塵には対応してないけど、防水はなんとですね、全方向の水の飛沫対応なんで、かなり激しい汗、運動しながらイヤホンつけて、走りながらつけてる人もおられる、ジム行きながらとかね。その辺は大丈夫だよっていうところ、これは安心しますよね。で、えっと、先ほどもお伝えした通り、その他の機能としては ANC ノイズキャンセリングが搭載されてますと。で、その中でもアダプティブ ANC に対応していますよっていうことですね。この辺はクアルコムの技術らしいんだよね。調べたら。どうやら普通のノイズキャンセリングよりも、 周りの音を感知して、それによってノイズキャンセリングを強くしたりとか弱めたりとかして、無駄にずっと強い感じで耳に逆の音を出してるわけではないのがアダプティブ ANC というね、かなりレベルの高いものみたいです。で、マルチポイント接続と言って、いくつかの媒体に Bluetooth で接続できるんですが、残念ながらエルダックはそのマルチポイントは使えない。だから一個一個の接続の場合はエルダックは使えるけど、マルチポイントで使ってしまうとエルダックの機能は使えないので、気をつけてくださいということで、お気づきの方もおられると思う。 んですが昨今ですねクアルコム製のチップセットが多くなってきてほとんどが、うん、その普及されているものでアプト X アダプティブですよねこの辺が使われているものなんですけども今回のサウンドピーツカプセル3プロプラスの特徴とはやはりエルダックだというところですよねだから逆言えばスナップドラゴンのスマホなんか持っててアプト X 系でいい音をこう転送させてた人からするとまあ、排除 <laughs> 言い方おかしいですけどもちょっと排除されたもの、えー、ソニー製の でこだわってる人用に専用にと言っていいと思いますよね作られたまあ、当然他のものも聞けるんだけれども SBC 踏まえてるからね聞けるんだけれどもソニーの人たちに向けたえ音出ますせというイヤホンになってるっていうところは注目えっとこんな感じですちょっと武将ひげで申し訳ないで朝早朝なんで顔むくんでて顔テカテカですけど申し訳ないこんな感じ でも一見大きそうに見えたけど、実際一般男性。こんな感じ。多分多くの人が結構ちょっと大きめかなって思ったけど、こうつけるとでも、あ、そうでもないかなって気がするよね。こういう感じだね。 はい。よかったら参考にしてください。お伝えしておこうと思うことがあります。こちらのサウンドピーツカプセル3プロプラスなんですが、Bluetooth で、今回こちらの Walkman の A306 と接続したんですよね。で、まあ、僕初めて、 その、ま、あこの、ウォークマン使うのと、L、LDAC の接続っていうのが初めてやったので、少し気になったポイント、並びに確認方法みたいなものをお伝えします。で、普通に Bluetooth で接続は、ま、あ問題ないと。で、ここの、ま、あオプションですよね。見ると、このような表記があるんですよね。HD オーディオ、メディアの音声っていうのが、オンオフがあって、 で、ここに LDAC 等の表記がないんですよ。で、いろいろ調べたら、この HD オーディオの横に LDAC 接続されていたら、L、LDAC って出たりするらしいんですよね。でもこれ出てないんですよ。もしかしたら、このウォークマンの解像度というか、インチ数が少ないので、表記できる範囲が少ないので、それによってその部分が消されてるのか分からないですけども、ここでは分かんないと。で、次、Bluetooth の接続方法のメニューのところを見ると、このような項目がずらずら、 ずずらずらっとあるんで、すすよよねでででででエエルルダダッッックククぎたたいいの音質優先というやつにチェック入れたんですよでこれもしかしてと思って、まあ、別にたくさんうち提供を受けてるので、エルダック未対応のものを Bluetooth で接続しても、この項目って全部出るんですよ。はじめは、例えばだけど、じゃあそのエルダックなやつで AptX HD まで対応してるやつやったら、例えばここがない、ここまでがないメニューが表示されるのであれば、この Capsule 3 Pro Plus が接続された、エルダック対応で接続されてることによって、このエルダック項目が 出たのかなって思ったら何でも出るんですよっていうことはこれ接続してもじゃあエルダックで接続されてるっていう 確約がないんですよ。で、次。で、インターネット調べたら、このウォークマンのヘッドホンコネクトっていうアプリを使うと、LDAC で接続されてるか否かっていうことがはっきりするということなんで、これを立ち上げたんですよ。で、えっと、この登録画面になるんだけど、一向に出てこないんですよ。で、Bluetooth で接続してくださいと、ここがありますよね。Bluetooth 登録から、えー、Bluetooth 設定から登録。これしても、ずっとこのまま。で、ソニーに電話しても一向に繋がらない。ずっと、電話最後まで行って、あの、<laughs> なんか戻される。 メールでしてくださいって、最終的にメールでやるのを強制で電話繋がらないっていうので、ソニーとは連絡取れてないんだけど、多分、調べた結果だけども、このヘッドホン登録っていうのは、まあ、イヤホンも当然登録できるんだけども、ソニー製だけ、ソニーの本体に対してソニーのイヤホンとかヘッドホンだと、これで登録してエルダックっていう文字が出てきて、L、エルダック登録できてますよっていうことができるけど、サウンドピースはソニーじゃないので、え、ここ出てこないということで、じゃあこれエルダックで登録されてんのが分からへんわけですよね、最後まで。で、どうしたかというと、 ここです開、えー。開発者向けオプションっていうところの Bluetooth 設定があるんですよ。はい、えー。ここでようやく出てきます。えー、Bluetooth オーディオコーデックっていうところに LDAC を選べるんですよ。で、逆にこれ q u a コ c o m とか選べないんです。なので、これでようやく LDAC で繋がってるぞと。で、サンプルレートも、えっ、ー、と、一番高い 96kHz にして、 で,で、ビットレートも最高の32ビットだよね。まあ、あのー、最高のハイレゾでも24ビットだから、32ビットって何の意味があるのかなと、僕はちょっとまだそこまで理解できないんだけど、この設定をすることによって、で、ここもエルダックあるよね。エルダックコーディックっていうのね、えー。音質重視で最適化ということで、9 9と一番最高のやつにするということで、これでようやくエルダックで接続できてるぞっていうことが確認できまして、 で、僕の、えっ、ー、と、音楽聴いてたテスト、これもちょっと後で、ほんにゃらかんにゃらってもう一回動画撮ってるんだけど、僕のテストしてた関係はちゃんとエルダックで繋がってたぞっていう証明になります。で、例えばですけど、これ今、L、エルダック対応してないサウンドピース H2 と接続してます。で、先の項目見に行きます。はい。えー、見てもらったおわかりの通り、これは、 エルダックに対応してないのでエルダックがないですなのでこの開発者オプションでようやくちゃんとエルダックで接続されてたんだってのがわかると思いますでね不満点があってこのサウンドピーズのスカプセル3プロプラスなんですが対応しているアプリがですねこのピーズオーディオっていうものになるんですけれども見てもらったら分かりの通りウォークマンの A306 対応してないんですよでインストールできないのエルダックを歌っててソニー製のイヤホンに特化してるよと言いつつそれをその イヤホンンをを設定するるアプリが、まあ、ソニーーのののの音楽を聞くための代表であるようなこのウォークマンの、まあ、今回は A306、他のやつは知らないけど、A306 にインストールできないっていうのは、結構僕としては致命的な問題だと思ってます。で、今回僕は、こちらの詳細の設定っていうのは、他にスマートフォンがあるので、他のスマートフォンで、Android のもので、そちらでピーツオーディオを入れて、各種設定をしました。なので、この辺は少し、そうだね、サウンドピーツ t めが甘いかなと アプリがこういう風なウォークマン等で使えるようにしておかないといけないのかなと思います当然何かイコライザーがダブってしまってソニーのものとそれでソニーの方が弾いてるのかもしれないもしそうであればイコライザーとかを抜いたそのイヤホンの各種細かい設定だよねダブルタップを何するとか、えー、そういうようなものでソニーから排除されない別のアプリなんかを用意して救済措置をしておかないとこのウォークマンしか持ってなくてじゃあスマートフォンは iPhone ですよとか別のものになって くくるとどううししてても設定がでできなくなってしまうのでその辺はか,わいそうかなと思いますそれでは、サウンドピーツカプセル3プロプラスを使って良いよいよ音楽聴いていこうかなと思います。で、今回サウンドピーツカプセル3プロプラスの音楽をよりよく聴くためにソニーウォークマン A306 を買いました。 そして他にも CD 音源よりもはるかに上のハイレズ音源というものもインターネットでかなりの数買ったのでハイレズの曲なんかも聴いていこうと思いますでハイレズの曲がそこまでないので CD 音源のムレッカの Web16 ビットなんかはそれ以外は聴いていきます MP3 では今回は聴いていきません一番いい音関係のものを揃えて聴いていきますんでそれでは皆さんは時間飛ばして感想をお楽しみください カプセル3プロプラスになりますで聞いてきた音楽の感想をちょっと伝えていこうと思うんですがかなりグズ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 堂々巡りのえっと言葉になったりもしますがご了承くださいまあとにかくね山ほど曲聴いて一個一個メモしていて分かったこともあると思いますがこれはあくまで音楽の音のことを伝えるっていうのは個人の感想になるのであまり鵜呑みに合わせず一つの参考程度にしてくださいでまず一番初めの重大なポイント としてははでですすねこのののサウンドピーツの3 3プププララススカセルなんですがハイレゾの曲は本当に綺麗まさにハイレゾの曲を聴くためのイヤホンなのかなーっていう気がします。当然ね、他にももう10万円レベルのイヤホンなんかがあって、そういうのになるとまたさらにそのハイレゾの曲の解像度っていうのは上がると思うんだけれども、まあ、今回1万円ぐらいの商品でもう こんだけ聞こえるんやっていう感じです。めちゃくちゃ音いい。ただし、僕も今回初め、初めてハイレゾ音源を買って聞いたんですよね。で、えー、各種いろんなジャンルを聞きたかったので、いろいろ検索かけたんですが、そもそも世の中にまだその24ビットかのハイレゾ音源ってないんですよ。例えば、チャイアン・ダスカもハイレゾ音源って一曲もないんですよ。ってなると、ほとんどの人が何らかで圧縮を加えた状態 の音を聞くと思うんで,すで今回僕はハイレゾ以外のものでは CD の音源をそのまま生で移行したウェブデータですね16ビットそのハイレゾ以外のものは聞いたんですけれどもやはりそのハイレゾ以外の曲、まあ、僕はハイレゾの次に最高音質だと思うんだけれどもの状態になるとかなり楽さが出ますなのででその CD 音源のウェブの時に出てる弱点っていうのは ハイレゾの方では出ないんですよ実はなのでそういう意味ではなんだろう,うーんこのカプセル3プロプラスっていうものがどうっていうよりももう音 ののの方の問題にななっっててくるのかなっていう気もすすんですよね CD 音源の音の特徴みたいなものを、こう、なんていうかな、悪いところを、変な言い方だけども吸い上げてしまうというか、元音源が非常にきめ細やかな、綺麗なデータのものであれば、それはそれで表現する。でも、CD もやはり劣化してるんだよね。切られてる部分があって、周波数がね、結局は、ハイレよりも周波数が、範囲が短いからね。っていうことは、そこの部分っていうものが、あだになっちゃうん んで,すよね、でも、CD 音源吸い出してアダなるって言ったら、もうどうしたらええのって思うのかもしれないんだけれども、えそういう風なことがまず大前提に僕はありました。で、まあ、ハイレゾに関してははっきり言って文句ないです。うん。もう、むちゃくちゃそこで歌われてるような気、音の立体感。まあ、すごいですわ。でも、ほとんどの人が今お伝えした通り、一番良くてもウェブ音源。でもウェブ音源ってめちゃくちゃ出たり多いから、なかなか Web で聞く人いないと思うから、Web より必ず下になると思うんですよ。 で、その時に出る症状。だから多くの人がこの症状で効くだろうっていうところのいろいろ特徴をお伝えしていこうと思います。で、いろいろ聞いた結果、僕の中で最大的にどれにも当てはまる結果のものがですね、えっと、今回一番初めにもお伝えした通り、微弱の電気を通してこう振動を作るメムスドライバーっていうのが高音域の方に使われてるんですよね。で、ここは推測になるんだけど、多分だけど、サウンドピーツさんも レムスドライバー積んだから高温の伸びを生かそうよ。 っていう風に、このカプセル3プロプラスはなってると思います。実際、高音域の抜けがものすごい綺麗です。安いイヤホンなんかになると、ダイナミックドライバーの方によるのか、それとも今までであれば、バランスダーアーマードチュアっていう、まあ、中高音域の方を特徴を出すのかっていうものになってきて、低音の方なんかに寄せてるやつは、やはり高音域がこう、ザラザラっとするんですよね。シャリシャリっとした、安いこう、MP3 の劣化したような音になるんだけど、そんなことは全くなくて、 高音質を3つにしたら高音質の中でも一番高い音なんかはエッジの効いたとてもこう換気音っていうんかな。キーン ととししたたこうリンとした音が出ますで、それをえ特徴を出そうとしてる僕はね、多分プログラムになってるんだと思うんだよね。なので、もう古いからわからないと思うけども、あの、ラブトレインっていう TML の曲があるんだけども、あれは一番下に、ドゥンドゥンドゥルンドゥドゥンドゥル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 ンってやって、で、真ん中に宇都宮隆さんのボーカルがあって、で、一番上に、カッカッ こう、ちょっと民族音楽みたいな打ち込みなんだけども、高い高音域が入ってるんだよ。えこういう場合っていうのは、低音、中音、高音がバラバラに、単音、まあ単音っていうのも単音に近い音になっていて、ものすごく音が綺麗、クリアに聞こえます。で、今ちょっと高音の話をしてるので、さっき高音の話に行くと、そうなると、とても高音っていうのが尖って進んで凛として、 くっきりしてるので、ものすごい入ってくるんですよ。でも、この高音域が、僕はね、持ち上げてると思うんです。つまり、高音域の中でも、さっき言った通り3つあるとしたら、高音域の中で一番低い音はその場所にいると思うんだけど、高音域の真ん中から上っていうのは、極力強調して上の方に押し出すようになってると思うんだよ。ってなると、高音域が、 でる、出ていいよと出るんだけど、上の方に持っていっちゃうから、少しね、単調な感じになるんですよ。そうだね。何かというと、わかりやすい言い方で言うと、じゃあここ赤って2色ありますよね。アンミカじゃないけど <laughs>。で、これすごく明るい赤だよね。で、わかりにくいかもしれないけど、これ少しくすんで暗い赤だよね。これ違いがあるから色の違いってわかるよ。でも、この辺の淡い赤を、もうこっちまで明るくするんですよ。パーンって。例えば今、このビデオは、これ違いわかると思うんだけど、例えば 中華の安いカメラなんかはコントラストをやたらきつくするので、これをもうこの辺の赤までこんな感じで持ってきちゃうんだよ。簡単に言うとそういうこと。これは推測だよ。でも実際聞いてみてそういう感じがするんですよ。なのでこれどういうことが起こるかっていうと、先みたいに低音、中音、高音ですっていう音のバランスで曲が成り立ってるものはとてもインパクトのある高音で綺麗です。でも物によっては高音域に音がダブル歌ってあるんですよ。つまり高いシンバルン、チチチチ ってもるでもその後ろで打ち込み系のチッチンチリンチッチッチリンチってなってる。で、さらにボーカルの声が高い。さらにそこにホワイトノイズも乗ってる。チッ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 チって。よくミクスチャーなんかでもあるよね。で、高い高音の声の人のその唾の声もわかる。チッチッ。あいチちゅッチっ とか、こうやって高音域が重なってきた時に、つまり先打った高音域にもいろんな段階があるんだけど、それがひとまとめに塊になって、とても耳障りになるんですよ。高音域が渋滞するの。だから、このカプセル3プロプラスは、俗にいろんな人が簡単に、こう、啓発に言いがちなドンシャリオンなんですっていう風なものでは僕はないんです。そうじゃなくて、高音域が綺麗がゆえに、そこを特徴的にしすぎたゆえに、 で、そこがさらにメリハリがよく出るがゆえに渋滞する。そういう曲になると、途端になんか音悪いなって感じるんです。で、バランスのいいイヤホンなんかでは、チャイアンダースカの歌ってすごく綺麗なんだけれども、このカプセル3プロプラスで聞くと、 渋滞するんですよ。アスカの高い声と、ま、ガイズっていう曲があるんだけど、あれ生音と、ちょうどチャゲアンドアスカが親切買い始めた時、アップルなんかで曲をちょっと打ち込み始めた時代で、高音域も後ろでこうチッ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 ってなってるんですよ。で、アスカの、あーっていう高い音なんかも重なってくると、すごくね、そこで渋滞して、あんまりね、あのチャゲアンドアスカのガイズって汚く聞こえるイヤホンってないんだけれども、このカプセル3プロプラスは渋滞します。で、他にも、ハイスタの メイキングザロードのアルバムに入ってる Dear My Friend っていう曲があるんだけどもあれギターの音がすごい高いんですよタタチタタタタタタあそこに結構シンバルの効いたドラマがチュン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 チ,ュン,チュンってのが入っててで南波さんの声も結構高いってなったらこれもまた渋滞するんですよ高いところでこれも配下の Dear My Friend って、うん、ものによっては結構ねいい音で聞こえるイヤホン多いの他の曲ちょっとイマイチって言っても Dear My Friend っていうのはいい曲に聞こえること多いんだけどもこのカプセル3 p r はさっき言ってた、うん、その負のラ 列のところにに入ってしまう曲になりますなのででもね多くの曲聴いたけれどもそこまででもね大渋滞のねね密にになななって不快になる曲は、ね、少ないですこれはもうかなり僕はいつもいろんなジャンルを聴い,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 いて聴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 いて特徴をわーっと書いていくんだけれどもその中で見つけたいくつかの曲で当然他にもあるっちゃあるんだけれどあると思うんだけれどもそこまでは多くないと思います。高音域でこう って渋滞するっていうのはホワイトノイズ使ったミクスチャー系みたいなものは気をつけるべきかなっていう気はしますでこの特徴で少し犠牲になってくるのがですね独唱系の歌が上手い人のえっとリップノイズっていうのかなさっき言ったこうチっていう言葉と言葉との間に下打ちしてるわけじゃないんだけれどもチェだから例えばチャンスの時とかチャンスってしの時とかのリップノイズっていうものも 拾っちゃうんですよ。つまり高音の一部として。なのでリップノイズが、なんて言うんかな、読書のリップノイズのあるっていうのは、なんかまるで耳元で歌われてるようなあ、リップノイズまで聞こえるんやっていうのじゃなくて、そこを拾って特化しちゃう部分があるので、少し人によってはそこも耳障りだよって感じちゃうかもしれないです。このカプセル3プロプラスは、本当に多くの音を綺麗に出す。だからこのメムスドライバーっていうのもよく聞いてるし、 で、1 2ミリのダイナミックドライバーもよう効いてる。で、低音もしっかり出ます。でも、あの、ビーツみたいな、もう嘘みたいな、バウン、バウン、とか、そんなの出ないよ。でも、ちゃんとね、こう、ドン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 っていうのは出ます。どっちかっていうとね、角が丸い感じの音。バン、バン、ドン、ドン、ドン。ベースの低い音激しくこう、なんていうかな、スラッピングっていうかな、バウン、バウンって、ああいう風な低音でドスッときます。 なので、しっかりと、ハウスとか、そういうもの、エムフレオなんかとか、そういうものもしっかり聞けます。で、高音も渋滞さえしなければ、きっちりと綺麗な、研ぎ澄まされた高音が出るので、とても綺麗な音が出ます。で、中音のボーカル領域なんかも非常によく出るので、まあ、さっきちょっと値段言いますけど、今回クーポンコードいただいております。もともとは1万3000円ぐらいするんだけど、今回クーポン適用で1万4 0 0円です。サウンドピーチカプセル3プロプラスが1万4 0 0円。 僕はめちゃくちゃコスパいいと思う。びっくりするほど音がいい。今回僕ははっきり言って重箱の隅をつついてます、これ。何でもかんでも初めはめ、めちゃくちゃええやん、めちゃくちゃええやんってずーっと思ってたの、本当に。で、え、これ、文句言うとこないやんって思って。今までね、うちなんかその10万とか20万とかのイヤホンは紹介してないので、3000円とか5000円とか特徴的な、えー、シングルドライバーでどっちだっていうのを,を紹介してきたので、結構高音域弱いよね、こっちは低音域弱いよねっていうところで、 その不満点みたいなもの、至らない部分っていうものはある程度お伝えしてきたと思うんだけど、この、 カプセル3プロプラスはじめ、のんびり聴いてたら、文句ないんですよ。それぐらいノーマライズに曲が聴けます。とても大事なんですよ。ノーマライズに音が聴けるっていうのは。なので、すごくいいイヤホンです。で、でもそれだけじゃダメだよねっていうので、かなり聴いてもう2時間ぐらいから <laughs> ほんまに聴いて聴いて聴きまくって。で、この部分っていうものを見出したので、ここは多分ね、人によってたくさん音楽聴く人。 特にミクスチャー系、打ち込み系を多く聞く人は、ここが少し気になるかなと思って、一番初めの感想の時のところで言いましたけれども、これは結構重箱の隅つついてます。それぐらい1万円でこの音出されたらどうしたらええのっていう感じ。でも、すごく悔しいのが、ハイレゾを聞いてしまうと、結局このカプセル3プロプラスっていうのは、ハイレゾの音ちゃんと出しおるんですよ。 で、CD の群れっかなんだけれども、入れずに勝てない曲を聴いた時の、その衝撃っていうんかな、このカプセル3 Pro Plus っていうものが、もう、なんて言うかな、な、なんかもう、 物が良すぎてもったいないというか、自転車にハイ食い入れてるみたいな感じ。音はいいんだよ。でも CD、普通の人は CD から吸い出してるから、だからもう変な話だけど、MP3 ぐらい劣化して音楽聴いてますっていう人には、もう何の問題もないもの。で、今回は全ての設定、ソニーの A306 の設定も全部イコライザーもなし、全部ノーマリティに曲を聴きました。で、この感想なので、 高音域の渋滞っていうのはソニーのウォークマンであればイコライザージムで設定できたりもできるし、アンドロイドの他のものでも音響さんのソフトなんか使ってもイコライザージムに決めれるので、高音域をでも弱まらせるとせっかくの綺麗な高音域の抜けがなくなるから、まあ設定ちょっと難しいと思うんだけど、高音域を細かい周波数で割り当てて、 不必要なところを少し下げてやると、うん、この辺は問題なくなってくるのかなと。設定次第ではうまいこと丸め込めるのかなっていう気はします。まあ、とにかくとてもいいものでした。本当に悪いところがないと思うぐらいいい,いものでした。で、あ、そう、あと欠点は動画内でも言いましたけれども、せっかくエルダックに対応してるんならば、 ソニーのウォークマンぐらいは、サウンドピーツさんのアプリは、入れれる努力は僕はするべきだと思います。いろいろ悪いことも言いましたけれども、僕はこれイヤホン買いだと思います。これ大事に使っていこうかなと思います。ハイレゾいいね。<laughs> ちょっと話それるけど。うん、今回ハイレゾいろんなもん買いましたけども、アルバムはね、あの、ザードの全ハイレゾの、えー、30曲、40曲なんか,か入ってて、5000円ぐらいのやつ買いましたけども、 全然違うよ、CD のやつと。こんなにちゃうのって、16ビットと24ビットってこんなに違うんだっていうぐらい違う。もう耳元で坂泉さんに囁かれてるぐらい違う。で、それをちゃんとこのカプセル3プロプラスは表現してくれるので、これはね、金かかるよ <laughs> 金かかった、今回。ほんまに今回かかった。だってこれいい音だ、ちゃんと出してくれるから、 そしたら CD から吸い出した曲って無駄やん。これもったいないもん、これ。ってなったらハイレゾンゲン探しに行ったらめっちゃ高いし、また買い直しやし、みたいなんで、でもいいよとかなるから嬉しいし、<laughs> 嬉しい姫皆さんもよかったら嬉しい姫味わってみてはいかがでしょうか。えー、商品リンクとクーポンコードは動画の下の概要欄のところに書いてますんで、そちらから飛んで買ってみてはいかがでしょうか。 この動画で初めておじいさんのこと知ったよーってしたチャンネル登録したい方が嬉しく思います。噛んじゃった。それではまた次回の放送でお会いいたしましょう。さよなら。